調整5号は、中華人民共和国の中国運、はじめ河川技術研究員が開発した大型の打ち上げロケット。調整5号の開発目的は20年後、30年後の中国のレオ GTO ミッションで要求されうる、米ロード性能を満たすことである。調整5号はミッションに応じた6つの異なるバージョンが計画され、 それぞれが現在使用中の調整2号、3号、4号を代替する予定だったが、その後は調整5号の技術を応用しつつも当初の計画とは若干構成の異なる調整6号や7号が登場しており、調整5号の運用開始時期にはすでにそちらが一部の打ち上げに使われ始めている。しかし従来の調整に3、4シリーズが 年間20機以上に打ち上げ回数を増やしているのに、対し、それぞれ2015年や2016年から運用が始まった調整後、6、7シリーズの打ち上げは2020年を迎える頃になっても累計で、それぞれ2回か3回ずつしか実績がなく、まだ置き換えという状況には達していない。調整後号計画は2001年2月に初めて公表されたが、 当初は2002年に開発を開始し、2008年までに初号機タイプの運用を開始するとしていた。しかし、開発者の話によれば、開発予算が最終的に認められたのは2007年であったという。新型のエンジン UF-77 と UF-100 の開発が高天推進技術、研究員により2000年から2001年の間に、始まり、2005年に、 中国国家公典局が試験を開始し、2007年の中頃に試験に成功した。ロケットの第一弾に限って言えば2009年までに完成予定だったが、車上となる文章衛星発射センターは2012年までに完成予定にないため、初打ち上げは2015年以降になると予想されていた。一時は2015年以前に打ち上げ目標を早めていたようだが、 直径が五メートルある一段の液体水素タンク構造の開発に難航したため、二千十三年四月の段階で打ち上げは二千十五年以降に、そしてさらに二千十六年へと延期された。文書衛星発射センターまでのロケットの運搬問題は、天津市の浜海深区近郊に新しいロケット製造施設を建設し、製造されたロケットを文書衛星発射センターまで、 海上輸送することで解決した。この新しいロケット製造施設は50万平方メートルの敷地を有し、45億元の費用をかけて建設される。まず2016年に運用が開始されたのは、静止衛星や月、惑星探査機の打ち上げに適した構成の調整5号だった。その後、宇宙ステーションなど、近地球軌道に適した構成である調整5号を継 ついては、2018年になって試作品の開発が始まった。校舎も2020年5月に打ち上げが成功し、運用を開始した。調整5号シリーズ、CZ-200、CZ-320 と CZ-504、調整5号は、直径2.25メートルと3.35メートルと5メートルの3種類の基本モジュールで構成される予定だった。 計画では、コアステージには直径5メートルのモジュールを採用し、ブースターには直径2.25メートルと3.35メートルの2種類を採用することになっていた。直径2.25メートルのブースターには、水力120トン級の液体酸素、ケロシンエンジン UF-100 が1機、直径3.35メートルのブースターには、UF-100 が2機取り付けられる予定とされた。 直径5メートルのコアステージの1段目には、水力50トン級の液体酸素、液体水素エンジン UF-77 が2機、取り付けられる。2段目には、UF-75 エンジンの改良型の UF-75D が使用される。調整5号の最大のバージョンで、全長62メートル、打ち上げ時の重量802トンとなる。 エンジンの開発は2000年から2001年に開始され2005年から中国国家公典局の監督下で試験される UF-77 と UF-100 の両方のエンジンの試験は2007年半ばに試験に成功した打ち上げ能力はレオに最大 25000kgGTO に最大 14000kg であり2016年の運用開始時点では デルタ4ヘビーに次ぐ世界で2番目に大きい打ち上げ能力を持つロケットだった。その後2018年にスペース X 社がファルコンヘビーロケットの運用を開始して以降は3番目の規模になった。調整5号の最大の形式は5メートル径のコアと4機の3.35メートル径のブースターを使用するもので後年に調整5号オと呼ばれることになる構成が運用を 開始してからは、低軌道へ25トン投入する能力を有する。当初の計画は若干修正されており、2.25メートルブースターは、調整7号で先行して使われ、調整5号には3.35メートルブースターを用いる構成が使われることになった。2016年の運用開始時点での調整5号のバリエーションは従来計画の CZ-5E に、 相当する CZ-5、調整5号と CZ-5B、B 調整5号をつの2種類のみになっている。調整5号のような2段式以上のロケットの場合、上段ステージを軌道に乗せることが下段ステージの役割であり、下段ステージは軌道に乗らずに、車上近海や時刻領内に落下する設計であるのが普通である。これに対して、 単断式の調整5号 B の場合は、第1弾に相当する巨大なコアステージそのものが周回軌道に到達する設計であり、巨大な構造物である分だけ、再突入時に燃え尽きずに地上に到達する部品も多く発生する。地上に優位な被害の生じる確率は、なお低いとされるが、制御落下が行われない限り、打ち上げのたびにどこへ落下するかわからないという懸念が繰り返し、 生じている。ありがとうございます。